ちょっとか、ちょっとカーゴンはかわいそうなんですけど、この4コマが。いつもちょっとまあ、かわいそうなんだけど、まあ、一応汚れ役立場でちょっと我慢してもらう。そうですね、はい、まあそういう立場で、カーゴンまだ修行中で、なるほど、まあ一応設定が竜の子供なんで、あ、そっか、まだまだ、なるほどね、修行中なんで、いろいろこう、なんていうんですかね、右往左往しながら、時には怒ったり泣いたりする時もあると思うんですけど、竜の子供ね、あ、じゃあもうまだその天に舞い上がる前なんですね。そうなんですよ、一応そういう設定で、ただカーゴン竜になっちゃうと、何でも願いを叶えてくれる竜になれるんですけど、うんうんうん、ただその竜になって3日の命しかないっていう、そういう設定になってるので、なのでカーゴンは基本的に竜にならないんですよ。でもこの後にもしかしたらカーゴンが竜になる日が来るかもしれないんですけども、それはまあちょっとお楽しみで、竜になって3日でだったら、それはそれちょっと寂しいですね。そうですね、このカーゴンね、今までこう見てきたカーゴンが、ちょっと このままちょっと汚れ役のカーゴンでいてほしいなっていう気持ちもありますけどね。そうですね、まあ、私の中に構想 もあるんですけど、ただカーゴンはもともと子供なので、竜の子供で、竜にならない子供っていうんです、一応存在してるんですけど、50話ぐらいまではカーゴンとイモタンとモモゴンでカンカンガクガクいろんな議論をしていくと思うんですけども、ちょっとストーリーをですね、もうすでに構想はあるんですけれども、まあ、楽しみにしていただければ。ドキドキしながら楽しみにしております。はい、はい、超一流スナイパーが登場する劇画がありますけれども、はい、その最終回を、見たいような見たくないようなみたいな気持ちと同じですね。いや、超スーパーのスナイパーの漫画にはちょっと勝てませんけれども、全然足元に及びませんけど。じゃあ本当先生ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた4巻漫画小論文とかにも使えると思いますので、本当使えると思いますよ。参考にして、いかにリンクありますんで、ぜひ小論文の参考にしていただけると、いろんな方向で、先生がよくおっしゃるその発想の転換ですか、そうですね、そういう意味役立つと思いますので、よろしくお願いします。カーゴ頑張れ。ありがとうございます。キャットムービー立ち火よろしくお願いします。お願いします。